アイドルモチーフを描こうと思ったきっかけは、描いてて一番元気になるものが描きたいなと思って、自分なりの女神像のイメージで絵を描いています。で、友禅とか絞り止めとか型止めとか全部やったんですけど、ろうけず止めの技法が一番アイドルにを描くのに適していると思ってろうけ止めをしています。大学生の頃に一番初めに教材として配られた桂さんのちゃんちんを未だに使ってます。なのでもう15年以上使ってるのもあります。で、少女絵を描いてるのでなるべく繊細に表現したいと思ってるのですが、それに一番適してました。まず細く描ける、あとろうが落ちるスピードが一定、滑らかに描ける。一番大きい作品だと横のサイズが7メートルっていう大きな作品もあるんですけど、道具が性能のいいものを使わないとやはり制作時間にすごい開きが出てしまうので、全てが性能が良かったですね、他と比べて。他の染料よりも色をにじませる時にゆっくりにじんでいくような気がするんですね。初めてやる方でもちょっと躊躇しながら描いてもグラデーションが成功しやすい気がします。キラキラの顔料を初めて使ったんですけど、染料とはまた全然違った表情になるので、ポイントに使ったり、絵の中で一番目立たせたいところ、例えば女の子の絵だったら瞳のところとかにちょっとポイントで入れたら、キラキラ光って可愛く描けて、また新しい表現になるかなと思いました。染色技法って伝統的な手作業なんですけど、この技法をする人がだんだん減ってきてるような気がするんですね。で、すごくいい文化だと思うので、染色する人が増えればいいなと思っていて、お手伝いできることがあればぜひと思ってます。